今日は、ローロ世田谷店ですね、パシフィックサイクルジャパンとゴキソさんのダブル試乗会ですね、その開催中で、今こちら担当、ゴキソ近藤製作機械製作所担当の郡山様に来ていただいております。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとせっかく来ていただいたので、はい、まあ、軽くいろんな話聞かせていただこうかと思って、はい、今回こういった形に設けさせていただきました、はい、で早速なんですけども、はい、まあ、今回ゴキソのハブ、いよいよブロンプトン用っていうのが発売されたんですけれども、はいはい、まあ、実際皆さんの反応っていうのはいかがなもんでしょうか。はいはい、そうですね、あのブロンプトン の車体に取り付けられるハブっていうのは、あの前輪だけはこう今までもあったんですけど、す、ね、あのまあ、ちょっと後輪用がないねというところで、はい、まあ、ご要望いただいて10年お待ちいただいてですね、長かったですね、あのかなり待っていただいて、やっとあの装着してもらえるような、はい、ものができたんですけども、はい、あの非常にですね、あの、まあ、あの期待をしていただいてる、こう時間が長かったこともあってですねなかなかこうあの出すのにこう慎重にやっぱなりまして、はいはいはい、まああのまあ、試行錯誤というかですね、試作を重ねてですね、やっとこうお手元に届けられるようなものができたんですけども、あの、まあ、のご基礎らしく、はいはい、あの感じていただけるようなものができたんじゃないかなというような出来栄えになっておりますので、はい、まだね、あの装着とかですね、あの試したいなというようなお客様も見えました。試乗ホイールもありますので、はい、そういったところでちょっとお試しいただければと思いますけどもね。なるほどですね、はい、ありがとうございます。そうですね、僕らのやっぱ店で働いててもやっぱ欲しいなって、はい、まだかなっていう声はすごく多かったので、はいはい、今回発売されたことで、はい、まあ、今回の僕らみたいに試す機会も多いと思うので、はい、まあ、ぜひ皆さん一度試していただいて、はい、その良さを感じていただければっていう感じですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっと続いてなんですけども、はい、まあ、今回ハブが3種類ですかね、はい、あると思うんですけど、まあ、それぞれ簡単に特徴をもしお教えいただければと思います。はい、ですね、もう今回のハブなんですけども、まあ、ブロンプトン様の車体にこう合わせて、装着する上で、やっぱギアの取り付け部分ですね、あの足を止めた時にこうあのカチカチカチと動くこうフリーボディの部分ですね、はいはい、そこが一番、まあ、ブロンプトンさんのサイズに合わせなきゃいけないというところで、はい、まあ、苦労した点ではあるんですけども、ボディとしましてはあのロードレーサー用の、ボディと同じボディを使っておりまして、まあ、シャフトもですね、まあ、ブロンプトンサイズということで、まあ、短くはなってはいるんですけども、まあ、転がりはロードの方と同じものを、はい、準備できることになりまして、まあ、ハブの種類としましては3種類というところで、アルミのモデルとボディがチタンのものと大きく分けて2つあります、はい、そして、衝撃吸収構造が外側のボディに持たせてあるクライマータイプのものと、つるっとしたボディで衝撃吸収構造体がハブの中にこう隠れているようなものと2種類あります。なので、まあ、大きく分けて2種類 の外観のものと材質違いで2種類というところになりますね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっとその辺の違いなんかもまた分かれない方多いと思うので、また店頭でお聞きいただければ僕らスタッフお答えしますので、ぜひ聞いてみてください。まあ、ちょっと最後になんですけども、はい、もし可能な範囲で今後の展望などお聞かせいただければと思うんですけど、はい、何かありますか。今ですね、やはりブロンプトンさんの車体と、いうところで、まあ、ゴキソのホイールを使っていただいて、まあ、転がり抵抗の、違いというか心地よさをこう体験していただきたいなっていう部分にプラスアルファしまして、一番最初にこう力を受けるまあ、BB ですね、はいはい、クランクの中心部分にですね、つけるパーツをですね今制作しておりますので、
間もなく、お届けできるような時期になるんじゃないかなというところで、はい、試乗車の方にはですね、もう装着しておりまして、ね、はい、試乗車があるときは体験いただけるんですけども、はい、純正のクランクを付けさせていただくこともできるものとしてちょっと準備を進めております。まあ、あとはですね、ちょっと転がる部分に関して、ちょっと僕らもその興味があるなという部分はありますので、まあ、ブロンプトンさんの車体についてるこの転がるような部分ですね、はいはい、そういったところの部品もちょっとやりたいなと思っているようなところですね。結構皆様のもし声が大きくあれば、はい、またそういうところも動くかもと思うんですけどね、はい、どんどんご要望をですね、ちょっと寄せていただければ、ちょっとずつですけども、そうです、ね、現実に近づくと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと今後に期待させていただきます。はい、本日はありがとうございます。ありがとうございます。以上、今回はご基礎の話をお伺いさせていただきました。次回はパシフィックサイクルズの話もアップできたらと思いますので、ご期待いただければと思います。で、今回ローロ世田谷ですね、12月4日までこのパシフィックサイクルズジャパンとご基礎のダブル試乗会開催中です。で、期間中なんですけども、ブロンプトンにご基礎のハブと、まだ未発売の BB ですね、インストールした試乗車と、まあ、パシフィックサイクルズの各種試乗車たくさん用意してお待ちしております。で、期間中両メーカーともに制約特典もありますので、まあ、キャンペーンについて詳しくは概要欄にリンクありますので、そちらもご確認いただければ幸いです。皆様のご来店お待ちしています。よろしくお願いします。それではまた次回お願いいたします。